情報管理ツールかつワークグループ管理ツールでメールクライアント、カレンダー、アドレス管理、タスク管理機能などを備えている。GNOME2.8 から正式に GNOME の一部となった。ノベルがスポンサーとなって開発が進められていた。ノベルがジミアンを買収する2003年以前はジミアンエボリューションと名乗っていた。ユーザーインターフェースおよび機能は マイクロソフトアウトレックに似ている。異なる機能には、すべてのメールでのフルテキストでのインデックス化や仮想フォルダ機能などがある。Windows 版も提供されていた。エボリューション3 6ジミアンは2000年にエボリューションを開発することを決めた。これは、その時 Linux に、企業ユーザーに必要な機能性と、相互運用性を提供できる。 e メールクライアントがないと感じられていたことによる。ジミアンは企業向けソフトウェアがあれば、Linux が企業環境に浸透すると考えていた。2001年12月にエボリューション1.0がリリースされ、有料のジミアンのマイクロソフトエクスチェンジコネクタープラグインも提供された。エボリューション自体はフリーソフトウェアとしてスタートしたが、ジミアンのコネクターは ジミアンが収益を得られるようにプロプライエタリなソフトウェアであった。2003年8月のノベルによるジミアンの取得後、これは変わった。ノベルはエクスチェンジプラグインをフリーソフトウェアとしてエボリューション2.0の中に組み込むことを2004年5月に決めた。2011年ノベルはザ・アタッチメイトグループに取得された。 これは、ノベルの以前のエボリューション開発者をスセの下に移籍させた。2012年、スセは、エボリューションの開発への資金援助を停止することを決め、開発者を別部門に移動させた。この結果として、レッドハットに雇用される二人のみが、フルタイムの開発者として残った。2013年の暮れ、レッドハットは、開発を再び活性化させるために、 さらなる開発者をプロジェクトに加えることを決めた。これは、モジュラサンダーバードの活発な開発が闇み、マイクロソフトエクスチェンジをよくサポートする e、E メールクライアントが必要とされたためである。ありがとうございます。